ました。どうも、新庄の三章。一節。では、ユダヤ人の住めた日本は何か、発令の領域は何か。2番2節ということでね。彼らは神の言葉を委ねられたのです。それは一体どういうことか、彼らの中に不誠実な者たちがいたんですよ。その不誠実のせいで神の誠実が無にされるというのです。言うのですか。決してそうではない。人は全て偽り者であるとしても神は真実な方であるとすべきです。あなたは言葉を述べるとき正しいとされ、裁きを受けるとき勝利を得られると書いてある通りです。しかし私たちの本意が神の義を明らかにするとしたら、それに対して何と言うべきでしょう。人間の論法に従って言いますか。怒りを発する神は正しくないのですか。決してそうではない。もしそうだとしたら、どうして神は世をお裁きになることができましょう。またもし私たちの偽りによって神の真実が一層明らかにされて神の栄光となるのであれば、なぜ私はなおもう罪人として裁かれねばならないのでしょう。それにもしそうであれば、善が生じるために悪をしようとも言えるのではないでしょうか。私たちがこう主張していると抽象する人々がいますが、こういう者たちが罰を受けるのは当然です。ではどうなのか、私たちにはそれだけのはあるでしょうか。全くありません。既に指摘したように、ユダヤ人もギリシャ人も皆罪のもとにあるのです。次のように書いてある通りです。正しい者はいない、一人もいない。悟る者もなく、神を探し求める者もいない。皆迷いや、誰も彼も役に立たない者となった。善を行う者はいない、ただの一人もいない。彼らの喉は開いた花のようであり、彼らの下で人は人で、彼らの下で人をあだっける、あだむき、その唇にはマムシの毒がある、はい、口は呪いと苦みで満ち、足は血を流すのに早く、はい、その道には破壊と悲惨がある。彼らは平和の道を知らない、はい、彼らの目には神なる恐れがない。さて、私たちが知っているように、全ての言うところは立法のもとにある人々に向けられている、います。それは全ての人の口に騒がれて、全世界が神の裁きに服するようになるためなのです。なぜなら、立法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないからです。立法によっては罪の自覚しか生じないのです。はい、21ね。ところが今や立法とは関係なく、しかも立法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じるもの全てに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して、神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために
신비고 증명하는 전하의 문을 또 나타냅니다. 그래가 이놈한테 희동하고 갔다 주여 민홍하실 때 감히로 이어 심해시는 대답을 했어요. このように 神は 忍耐して 来られたか 今この時に 義を示されたのは ご自分が正しい方であることを明らかにし イエスを信じる者を 義となさるためです。 では、その誇りはどこにあるのか? それは取り除かれました。 どんな法則によってか 行いの法則に言うのか、そうではない、信仰の法則に言うのです。なぜなら私たちは人を義とされるのは立法の行いによるのではなく、信仰によると考えるからです。それでも神はユダヤ人だけの神でしょうか、ユダヤ人の神でもないのですか、そうです、ユダヤ人の神でもあります。 実には神は唯一だからです。この神は家庭のあの信仰の取り組みに基とし、家庭のないものを信仰によって基としてくださるのです。それでは私たちは信仰によって神の立法を無理するのか、決してそうではない。むしろ 立法を確立するのです。ちょっと難しいな。それでしかも、もう3章全部読んでくる。つまって、ここから話しとって。なかなか、難しい。何でこっちはさっぱらわ。あそこで揉めてるのが、 玄関で揉めてる。どうされました、大西さん、どうされました、何をね、じゃあ話しますね。この3章全体ね、まあ、最後まで読んで、 結論としては、28節ですね。なぜなら私たちは、人が義とされるのは、立法の行いによるのではなく、信仰によると考えるからですという、こう中心にお話ししたいと思いますね。どうしてもね、 聖書を読んでると、律法というのが出てきましてね、日本人ですよね、大体日本人だけやないけどね、特に日本人は物の考え方がね、 真面目ですから、ね、律法を守ることによって救われるんだと、そういう考え方はしてしまう、どうしてもね。ところがその反対は、反対、反対ではないけど、反対のような律法を守ることによっては、ね、罪の自覚しか生じないんだ。 20節、書いてあるでしょ。なぜなら律法を実行することによっては誰も、誰一人神の前で義とされないからです。律法によっては罪の自覚をしか生じないんです。書いてありますからね。この辺のところは、 日本人は特にね、真面目な日本人だからね。
神様の言われる戒めを守るということになってね、救われるという、そういう発想をどうしてもしたしてしまうんですけどね。ところが結局をよく考えてみると、実際には救われる正しい行いをすることで救われる、罪、悪いことをすることによっては滅びに至ると、立法というのはそういう考え方の中にあるわけね。ユダヤ人の受け継いだ考え方、発想ですよ、ね、やっぱり行いから、行いが良くないからね、不幸になるんだと。だから日頃から神様に言われる戒めの通りに歩んでいこう、正しい行いをするから幸せになれない、罪を犯す、律法を守れないということが罪を犯すことなんですけどね。だから悪いことしてるから悪いことから悪くなる、普通はそう考えちゃうんですよ。だけど、ね、よう考えてみたらね、あるいはよう実行する、その通り実行してみるとね、なんとね、神様の見ておられる、うん、行い、正しい行いをする、ね、結局その正しい行いできてないじゃないか。そうじゃないんですか、言うて、イエス様、いや、誰から言われてるんだ、絶対でもいいわ、あれ自分で分かるのは分かってもいいわな。日頃の行いをね、正しい行い、立派な行い、全然しとれへんじゃないか。それはお前、不幸なのは当たり前でって。普通の発想はね、あ、この辺ではなんだ、朝起きたいか。ね、いう発想が今もあるんちゃうかな。一年一年良いことをします。一年ってことは一つの良いことをします。ね、ただ、良いことをしたら、それだけの、うん、幸せになるという、一つの、うん、幸せ。幸運をつかむことができる、それなりのね、一つ良いことをしたら良いことがある。だからその逆にね、悪いことをしてる、そうするとね、不幸なことが起きる、そういうような発想が捨てるな。ああ、今やっぱり今でもこの辺でも多いんじゃないかな、うん、だからね、お前の不幸なのは結局悪化を犯してるからだと。だからね、悪を行ってんだから当然言うことあれへんだ、ね、そういう発想だから、少しでも良いことをしよう、そうすればね、ちょっとでも良いことすればそれは報いとして良いことがあると。悪いことしてるから不幸になるんだと、悪いことしてるから悪いことが起きるんだと、神様は良かったね、お天道様は見ておられますよという発想ね、うん、だからそれは言うたらね、分かる、大抵分かる人みんな
多くの人は分かって分かりますからな。まあ聖書はちょっと立法の言い方したい言い方してあるけども、要するに戒めはね、十回から始まるね。いろんな戒めが書いてあるね。そういうことは、うん、ちょっと十回のところ見ようか。十回は、十回は出世を得るとき、神明とか、実書、旧約書。十の戒め、まず十回。新名字じゃないんだよ。不正の不得で。あ、そうか。やっぱり新名字は実証。新名字ですか？あ、新名字実証を見ますとね。新名字。うん、実証。実証の四節か。主は集会の時に読むべき、その中からあなた方に連れた十回と全く同じものを持って、板に書き記すっていうのは、それは私に授けられたというモーセが神様から自由の言い回しのいただいたと書いてありますね。それで具体的には自由の言い回しはどういうことなのか。いっぱい買ってるけどね。質を得ると10回の10回は質を得るときの20章だな。シズエジプト記の20章126ページ、ね、旧約聖書の126ページ、何ですか皆さん持ってない旧約聖書でしょ、ね、十の戒め、十回。でも三節。あなたは私を置いて、やっぱり神なんではない。二章の三節ね。他に神さん、あった、いかん。4番目、4節か。第の2番目。第1は、まいた3番目。他の神様がなるか。他の仏さんとも同じですけどね。そういうものを拝んではいけませんって。4節には、いかなる像も作ってはならない。ね、4節あるでしょ。それ3番目の戒めと 3番目は 7節のね、主の名をあなたの拝み主の名を乱れに唱えてはならない。まあ乱れに唱えてはならないけど、まあね、なんていうかな、神様はあの名を何遍も、なんか、あんまり
真剣に唱える、唱えない。神様の名前をいい加減に使ってしまう。しょっちゅう使わない。それを誠実を込めて使わない。軽はずみに使ってしまう。四番目は安息日を心に留めて性別する。無いかの間働いているあなたの仕事をして 7日目には安息日であるからいかなもの仕事もしながらね、無いかは休みなさい。第4の言いましてね、第 5番目あなたの気配をやめ、ね、これは分かりますね。第6は殺しはならない。第7は神にしてはならない。第8は盗んではならない。第9は現人に対して偽証してはならない。いや難しい言い方をしてるけど嘘つくなってならないな。第10は現人の家を欲してはならない。これ10の言いましょうよ。一回難しい。それ以外はいろいろ細かいことがあるんですけどね。そういう代表的な戒め、これはおかしいかと。でそんなことやけど、この細かいことずっと書いてあるんですよ。あとはね、いいかね、いいかね、このね、施設エディブドキ。具体的なのはどういうことなのかと、この神様の言われた法律とか戒め、この十の代表的な戒めがある。それ以外にはいろ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 何文かものの方がありますよ、ね、これ読んだけど見合ってしまうと、そういうのを、ね、そういうことをきちんと守っている。そうすると幸せになる。まあ、ところがね、その通りにやっとれへんという人が多いんだという問題があるんだね。そのとおり、とにかく聖書に書いてあることはね、人間が本当に幸せになったのには、かえって聖書の通りにやっていたら幸せになるんですよということなんだけどね。聖書に書いてあるその通り、もうよう意味は分からへんと思います。それでその通りにやろうという心がけの人も今じゃあんまりおれへん。そんなものがあったりしてね、うん、まあそういうことで、どうやってそれを守って、それをきちっと守っていこうという、人たちだけではないんだ、ほとんどはまあね、この細かく、いろいろ書いてあるんですけどね、それをね、守らなければならない。また今日の聖書の箇所ね、ローマ人の手紙の3章ね、見ましょうね。何ページだっけ？ページ数で言うと新約聖書ですよ。ローマみたいな手紙3章276ページだ。これを話ししよう。それで守ってるんですかって
立法を実行してるんですか、言うて。その通りやっとるよ。それで、要は分からん。なんと、ね、書いてあるのは書いてあるけど、神様はいろんな今しも述べておられるんだ。ですけども、それはまあ、実行できたらいいんだけど、実行せない、それへんと。それで、結局は、呪いを、罪の生活をしてしまう。神様の言われた通り、正しいのは、結局はいないって、ね。ちょっと、ここはね、もっと真っ白に、立法の実行をする、正しい行いをする。何が正しいんですか、逆に何が間違っているんですか、何が罪なんですか。聖書に書いてあるんですけどね。それで日本人の日頃の生活と習慣とかね、それと聖書に書いてあることは相当違いますよ。なぜこの聖書に書いてある立法なんてのは2000年前、あ、3000年前、あるいは、今4000年前か。アブラハムの時代、それよりもっと前か。モーセの時代かな。今から5000年ほど前か。に書かれた書物ですからね。4000年ぐらい前や。だから昔に書かれた、しかも、日本と違って、ユダヤの国、イスラエルの国でね、おいて、神様に出会った。で、神様がおっしゃったと、言われたことがね、記されていると。だから相当、考え方やら、絶対生活の仕方だってね、日本は大体、この昔、今から4000年前、日本はまだ稲はなかなかったな。とにかく日本の人の生活は農耕生活、田んぼを作ってる。田んぼの牛か、田んぼ、牛飼ったり、鶏飼ったり。だけどイスラエルの国は羊やな。羊飼ってる。遊牧民っていうか、それ発想は全く違うからね。考え方全然違う。だって羊飼って生活するということね、田んぼ耕して生活するというのは、生活スタイルがまるで反対。そういうこと、それはどういうことなんだろうかということを考えたことがあります。羊でおられる、ヤギ飼っておられる人はちょっとこの辺におってやない。仕方の方でヤギ飼ってるから、ヤギは土を搾って、その土でね、土を飲んで生活するというか。ただ日本人の生活っていうのは大体昔なんですよ。
大体はそうやって米を作ってると。稲作った、麦作ったね、作物を作って、そういうのと羊やら闇かっていうのと考え方は相当違いますよね。そういう生活のスタイル、生活の仕方によってね、考え方がかなり違うということは、なんとなく分かるんじゃないかな。生活の仕方が違ってきたらね、何が正しいんですか、何が間違ってるんですか、いう基準になったって相当違うよ。いや、それはね、同じのもありますよ。それは人を殺したらいかんとか、嘘ついたらいかんとかね、それは同じだな。だけど生活の仕方違う。濃厚生活、牛やら馬かって、馬牛やらなんだ、羊やらヤギかって生活するのと、田んぼ耕して稲やら麦を作って生活する、まあ西洋では昆布を作るね、田んぼ耕して畑を耕して生活する、相当違います。そのことは分かりますよね。生活が違うんだから。だって、分かるでしょ。草を求めてね。草を食べて生活。家畜は、人間みたいに、人間の食べるものとは相当違いますからね。だから、草を求めて生活する。で草を、同じところにずっとおったら、動物やったって死んでまうよな。だと、草はずっと生えてんないけど、草を食べたら、まだ生えてるところへ移って、それで移動する。しょっちゅう移動するわけだよね。移動生活。わかります？だけど、日本人の大体、基本的な生活スタイルはね、同じところにずっと田んぼ耕してるわけ。あんまり田んぼ耕して、生きていくという生活がね、あんまり移ったらあかんわけや。ね、ふらふら移ったらあかんわけね。いや、移ってもいい生活はありますよ。風天の寅さんみたいなね。あっちこっちこうなんだ、お祭りの時に移動するという。それは日本中、まあ、お祭りからお祭りへずっと渡り歩くという、そういう生活をする人たちとね、ちょっとスタイルが、生活するスタイルが違うということは分かりますでしょ。だから発想が違うわけね。それに移動するという。で、片っぽは移動したってあかんねん。で、それでしょっちゅう移動してる人はね、あらおかしいよと。え、日本では大体そうやん。しょっちゅう風天の寅さんみたいな生活する人はね、ちょっと問題の人なんだからわけや。そうでしょ。だけどね、問題の移動するような生活をする、そういう、まあ、民族なんだけど、ダミーイスラエル民族は移動する民族だ。聖書の背景にある人たちは点々と世界中を移動していく。いや、日本でもしょっちゅう移動している人はいますよ。
これ今言った法典の寅さんみたいな人は移動するわけや。でそれでね、何も言いませんよ、お祭りからお祭りへ、店をずっと買う、ね、そういう生活する、そういう人たちは、移動しないと、だってそのお祭りが何やっていう、だって同じところでやるわけがないからね。それそういうお祭りからお祭りに あちこちを移動しない、お店をねずっとこう変えていかないと、分かるでしょ、生活のスタイル。移動する人と移動しない人たち、移動してはいけない人たち、で片っぽ移動しないといかないです。それは発想が全然違うわけだ。発想自身が違う。ということが分かるでしょ。それがね、なんだ、せがて、すべて言えるというか、ね、それは何でもさ、その人の性格もあるけどね、しょっちゅうその仕事を変える人、仕事をそれついでに嫁さんも変えてる、婿さんも変えてるっていう、そういう人がおってるわけや。じゃあそういう人はどっちかいうとね、ちょっとどんな生活をしてるんだろう、あれはちょっと問題のせいだよ、そうやったら思われてしまう。だけど仕事はしょっちゅう変えてる、ね、職場も変わってる、婿さんも嫁さんも変わってるって、そういうスタイルの人はまた、それでそういう人はまた、それはその人の考え方の中で、その生活のスタイルやな、それはまたそれなりのね正しさがあるわけや。わかりますか、それは生活のスタイルがそう決めてるわけ。その辺のところでね、どのように考えているんだろうかというね、それを、そのバックにある人たちの生き方、ね、日本では漁師さん、魚を取る人たちが多いな。日本は周りのね、海や島や、日本は4つの島できて、4つの島でできてる、いやー4つどころかヤシは8つほど島あんと、いや怖い島は島でも怖い島がいたらね、ものすごくその島は、はあ、人の住んでへんとこもあるしね、住んでるとこもあるし、いっぱい島あるや。日本国に数え無数の島がある、みんなそこに生活してる、そういう人たちの漁師さんも、魚取る漁師さんもね、いつも同じやね、収入は全然ない時は、それ魚を取れる時もあるし、ものすごく取れる時もあるものすごく満点、そういう人たちの考え方っていうかな、違うということね。それでそれはやっぱりそういう生活のスタイルはいろいろ違っても、人間だから考え方はやはり一つ同じやということはあるわけだけどね、同じでないというところがあるわけや。そういうことをみんな考えていかないとね、自分のお父さんやお母さんがね、仕事は何していた人だろうか、ね、いや平凡なサラリーマンというね、生活の性質、そう、大体多いんだけどね、中には
いろいろまたおってや、ね、自分のお父さんお母さん、はあ、ちょっと世間というのは自慢できへんというか、はあ、うちのお父さん何や、ね、何してたのか何だろうか、まあ、でいろいろと考えないかお父さんの真似できへんとそういうのに人を言うしね、それぞれは生活があるから、ね、それでものの考え方はそれは仕事によって考え方決まってくるわけ。それは分かるでしょ。だけどね、人間として変わってどんな仕事をしてても、ね、これだけは守っていかなきゃならない考え方というか、基本的にね、生き方というか、そういうものを、その民族、あるいは仕事によって変わってくる。あるいは、なんも民族や仕事が変わってくる。人間と人間だから、ね。同じやというものもあるわな。そういうことも分かりますでしょ。ね。まあ、そういうように、まあ、正しい。何も正しいでしょ。何もが間違ってあろうか。で、日本人の教わってる。では昔からある日本人に考え方として儒教というのはね、インド、中国から渡ってきた考え方の教は儒教的な考え方や。儒教って何ですか？言うたらね、孔子さん、孟子さん、その他いろんな人があったんですけどね、教えた基本的な教えは何か、儒教の教え。それは、先祖を大事にしよう。それから、親大事にしよう。親を一番、敬う。それから、先輩を、ね、先輩を大切に。先輩は何よりも大事だ。先生、先に生まれた。先生、ね、後で生まれたのは、ね、そうです、後輩。何でもですよ、ちょっとでも、初めに先に生まれてる人は尊敬するべきだという考え方を頭にこびりついてる。ね、でも西洋から来た考え方ではね、そんな先に生まれたら後から生まれたんだ。そんなことは聞いてね、そうじゃなくて、ね、優秀な人は偉そうにできる、優れた人は偉そうにできる。ちょっと発想的には違うでしょ。だって兄さんやら兄ちゃんやら姉ちゃんやらね、何が何でも上という発想じゃないわけや。で、仕事ができないとさ、あかん。仕事できる人は上なんだと。それで仕事できる人に見習うって、あとはそれから教わると発想でね、おるわけでしょ。だから考え方が全然違うもんね。ね、そういうね、この、ね、発想は、まあ、とにかくとしましてね、この神様が与えられた、このような生き方をしなさいという、そういう言葉よりもね、これから信仰によって生きるんだという、パウロさんが教えた。
生き方ですよ。それそういう立法では罪の自覚が生じるんだ。それユダヤ人に与えられた、神様から与えられた戒めですということで、守ろうとする、ちょっと具体的に果たしてやれてるのかどうか、その通りしてるのかどうかということをね、いろいろとその考えてみるとね、ええ加減やというね、適当にやっとらというねそういうね姿を見るとね、パウロさんがあれはエサバジでもそうなんですけどね、神様の言われた戒めの通りは全然やっていない、表面はやってるような作りをしてるけども、実際のところはその反対であろうというようなね、が外から見ただけで外見的には、立派に見えるかしらんけど、守ってるように見えるかしらんけども、内実は本当のことを言うたら、なんかごまかしてるなっていうから、何でもこう、生き方として、なんか問題であろうと、もうちょっとね、愛いうものがないんだろうかとかね、そういうことは考えられるという、それは立法の言ってることはね、まあ形形式やな、あれは外側から見えるところのね、誰でも判断できる外見ばっかり絵描くばっかりしてると、見栄えやな、見栄えを問題にするとね、それで心は少しも問われてないと、そのように見えるね、そうなようなことでね、それではいかんと、でもこのパウロさん、創業伝を書いた、あるいはローマ人の神殿の手紙を書いたパウロさんが言って、あの大切なのは何なんだろうかということで、それは人間の心の問題だ。人は行いはやっぱり愛というのはなかったらいいか、何かするときも信じてやらないとね、心の問題を本当に考えてみようか、心底をね、だって何かする場合も心はこもってないとね、そうでしょ、心はこもらない行いはね、まあ何か取り繕ってるってだけ、表面だけ、そのようなね、あの人間の深い奥底信仰の信心とか、あるいは正しいことをやってるって言うたって、今形式ばかり表面ばかりではね、問題であろうということがね分かってくる。だから立法によっては罪の自覚が生じるなんだよというそんな話になってしまった、確かに取り繕ってるだけ、確かに嘘はちょっとついてないんだろうけど、結局ごまかしてるだけ、そのように表面だけを絵描くするだけ、ところだけ、まあ、いろいろありますよ、書いてありますけどね。それで
正しいものは一人もおれへんのではないか。そしてまあこの正しいものは一人もおれない悟るものはない神様を本当に求める人はおれへんじゃんか。みんな迷ってるで役に立ってない。誰もこれも役に立ってはいない。善を行う人はおれへんと一人もない。そういうね、もうなんか偉いことを書いてあるな。本当にね、その人の日常生活を心底を調べて、そういう正しい誠実な心がけを持ってやっておるのかということをね、イエス様もそうやし、パウロさんもそうやし、ね、反省した。いろいろと考えてみた。それで、ああ、これではいかんなって。外見だけね、格好だけ、正しいような、立派なようなことをやってたとしてもですよ、その内実は、本当の姿はね、全然反対である。ええというね、そういうことがボロ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 出てくるわけや。ね。だけどね、まあ、この世の中の秩序というものをね、保つためにはね、結局、外見だけ、整ったらええと。兵隊さん、では人数も集めればいい。兵隊千人集めればいい。その実際の兵隊は何の力もない。鉄砲の撃ち方もわからない。剣の撃ち方も、要するに訓練を受けてないわけだから。実際、役立たない。全然相当できへん。そんな人もいっぱい集めてて何にもならん、ね、そういうことに現地にみんなが直面したわけだな。久しぶりに行くよ。晴天をつけた、ね、偶然見たけどな、まあ、江戸時代の終わり、幕府の江戸幕府が終わり、武士の時代が終わってしまった。そして、渋沢栄一郎がね、ヨーロッパの国を回った。それでびっくりしてしまった。日本が全く考えられないようなことがね、起こっているという。ところが日本の中を見たらね、もう、江戸時代、300年あれは鎌倉時代から武士の用が始まってから800年だね。同じようによその国と交流を断ってしまった。そして日本の国の鎖国やな、日本の国の中に閉じ込めてしまった。で世界中が進歩しても変わらない。日本は何にも変わらないという。で、そして変わらんのがいいんだというのが発想でね、おるとで遅れてしまった。くらい遅れてしまった。ね。いや、遅れずでやれば、ずっと昔のままでやれば、昔のものがいいじゃないかという発想する人もおりますよ。でね、人間はね、進歩するんですよ、ね、いつまでもいつまでも猿のお猿お猿さんの生活をしているわけじゃいかんわけだ。
アフリカの鳥、ずっとこの、人間を格好はしてるけども、生活はお猿さんの時代の原始人のままであるっていうのはね、そういう進歩なんてのはない。進歩発展するというような発想は全然ないっていうのはね。けどもそれではいかんということをね、まあ考えるようになったのは、まあ西洋のね、いろんな文化文明を取り入れた結果、人間が少しずつ変わっていかなければならないというのをね、考え方というのが入ってきたんでね、それでだんだんと変わってきたわけだけど、考え方も100年経っても1200年経っても1000年前からと同じやーというのはね、同じ生活してる、同じ考え方してる、いやそれはいいんだ、そういうような発想はね、ちょっと問題ですよということで、いや1000年も変わらんのがいいんじゃないですかっていう1000年前も2000年前も考え方変わってないですよ、だからいいんじゃないですか。いや、ね、天皇陛下はもう2000年同じ、2600年同じ天皇陛下ですよ。同じ家系の人ですよ。それはいいんですよ。そういう考え方もあるわな、それは。けど、それじゃあ、それでね、人間がね、ちょっと考えていかんとね、今から2600年ほど前ってどんな生活をしてたんだろう。いやそんな、そういう2600年前は日本に来るんで、そういう理想的な生活をしてんだ、出たんだっていうことを言う人もおってんすけどね、それはもう全く間違いです。そういう発想をね、くれっと変えてね、でもう時代がね、変わってる。そして神様が求めておられるのは何なのかっていうとね、それは人間がね、昨日とは違う、きっと未来は明るいというね、発想をね、持っていかんとね、未来は暗い、ね、昨日と今日、そして明日、ね、だんだんと外でも弱なっていく、そういう考え方は全然考え方もしないでね、昔のは良かったなーってね、ね、昔はと考えてる後ろ向きの生活ね、それはね、よりもないですよね。ちょっと話変わってくるよ。やっぱり三者を話を一遍しろということでは問題があるのかな、もうちょっと分けて考えたらいいのかなという、まあそういうのは今頃感じるけどね、まあ無理やな、だって一生一遍に話しろ、まあ、それで、わけのわからんことになかったかもしれないけどね、神様ってね、信仰を持ってる人に名言をくださいますから、それを一つ一つ考えて、良いことをしよう、ね、そういう良いことをしようというのは結局はできない、分かってんだけど良いことをしようと思ってもできないのが人間なんだということ、そして
善行とは下駄されるというのはね、神様が許し、神様の助けがないと。ただしこれはそこはできないというね、人を悟らされる。それを、ね、私たちはよくその教えをね、受け止めていくというかね、大切であろうということですね。今日の話は終わりにします。あるいは天のお父さん、今日は、人は、今日、正しい行いをする、立法をすることに、行うことによって、義堂さん、チャルミの電話を信仰によって、また神様の恵みを頂くことができる。信仰によって、また、立法の要求して行われる、正しい行いをすることができるということを学ぶことができました。信じる人たち、人には神様が働いて助けてくださいます。だけど自分ではどうしても人間は愚かですし、人間は力がありませんから、神様の助けなしには神様に喜ばれることができないことを悟ることができます。悟ることができますようにしてくださいますから、ありがとうございます。天に感謝し、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。